下北行った時にこの前 C 社1号店ってとこ行って、うん、雰囲気最高だった。知り合いがやってる店なんですか。うん、雰囲気だったり。ぜひ。これも大好き。酒飲んで倒してたら、なんか浮かびすぎでしょって言いたいことは分かんでもない。まあでもリアルですよね。でもなんかそういうのもリアルでいいなと思うけどね。みんなカッコつけすぎて過ぎなんだよなって思った。これもうさ、野球部の学生が食べるやつだよね。見たことないですけど。ああ、卵焼き。納豆卵焼き。甘くないですか。これ卵焼きですか。量が。あ、半分だよ。やば、ふわふわ。あ、納豆だ。納豆なんすよ、納豆卵焼きって。すごい。待ってね、オッケー。あ、納豆だ、うまっ。よかった。おつま。納豆臭い。よかったっす。納豆食べたくなったら吉野家庭料理おすすめです。納豆最高。ほら納豆だよ納豆。あー、もう綺麗すぎる、うん。日本帰った感覚になりますな。マジ納豆最高。納豆があれば日本人は喜びます大体の人が。あ、本当美味しい。あー、リベンダマヨネーズ。イエーイ。シェシェ。あ、大きい。シェシェ。海鮮だ。海鮮、海鮮お好み焼きです。すごい。めっちゃ分厚い。めっちゃ美味しいんですよここ。ここは海鮮と豚チーズか何かがある。チーズ玉。ああ。